沼田川中流域の風景と広島空港大橋。1929年尾道市都市計画図。左が三原であり、左側から流れ込む川が沼田川。沼田川1945年米軍作成の三原市地図。沼田川表記が確認できる。クリップ、沼田川周辺の地形図沼田川は、広島県を流れる二級河川で沼田川水系の本流。 広島県東広島市と秋田方市の境に位置する高野巣山に源を発し、東広島市内を南東方向へ向かって流れ、三原市に入った後もそのまま南東方向へ向かって進み、三原市中心部の三原湾から布刈瀬戸へと注ぐ。流域は支流も含め、上流側が東広島市、下流側が三原市とほぼ二分されている。上流域が 旧鴨郡福富町及び河内町の東半分で、セラダ一面南西端にあたり流れは小さく蛇行を、繰り返し、中流域が河内町東半分から東側にあたる鴨台大地にあたり流れはまっすぐ東南東方向へ、下流域は旧豊田郡本郷町中心部から東側にあたり、流れはそのまままっすぐ東南東方向へと向かう。流域ほとんどを山間部が占め、 下流域が平野となる。主な支流は、入野川、無く川、梨和川、仏通寺川、天井川など。この流域には、縄文時代後期から、弥生時代にかけての遺跡が、複数存在しており、古くから人間がこの川のあぜで生活していたことが、確認されている。またこの流域は、河口が山陽地方の瀬戸内海に面した三原で、その上流からさらに西側は、 秋国の中心地、広島市であるため、古代から秋、貧乏、美北を結ぶ交通結節点として栄え、この川に沿って交通網が整備された。まず、支流に古来山陽道が、ついで西国街道が整備され、三原、本郷、白市が、宿場町として栄えた。この道は、明治時代に入ると、国道二号として、さらに時代が下ると、山陽本線。 山陽新幹線と開通していった。広島県唯一の空港である、広島空港もこの流域にある。近世に入ると、川口部で小早川高影により三原城が整備されると以降、三原が城下町として発展し、干拓により国葬地帯となっていった。明治時代には、陳述設置候補地となったが、この川の土砂堆積作用により、軍港として、 機能停止となる可能性が懸念されたことから計画取りやめとなった。戦後時代が進むにつれ、川口部は工業地として栄え、この川を水源として工業用水道が整備されていった。近年、上流域の高谷地区は広島市のベッドタウンとして開発されている。この状況の中、古くから洪水被害に遭遇しており、特に 枕崎台風や昭和42年7月豪雨、6.29、豪雨災害、平成30年7月豪雨と流域で広範囲に被害を出している。さらに、平成6年渇水と渇水でも被害を出している。そのため流域整備が1932年、川口部の改良工事から始まり、その後無くなしダム、福富ダム、三河ダムなどの治水及び飲料用を浄水。 灌漑用のダムが整備されていった。水質は環境省、水質汚濁にかかる環境基準において以下の通り。ただ近年の広島市のベッドタウンとして開発されている上流域や下水整備がまだ途中である下流域は部分的にこれより悪化している。気候は瀬戸内海式気候に属しつゆ、台風機に降雨が集中し雨量が少ない傾向がある。 地質は、流域全域が河口岩で占められ、上流域最上部付近で、流門岩、川口部は風化した、河口岩が堆積したマサドによる中石平野となっている。動植物は、以下の通り、以下、支流含めた全流域にある、主な施設、継承地を、上流側から列挙する。ただし、教育機関、神社仏閣及び JR 山陽本線各駅は、 肩のためのく、ありがとうございます。